イリノイ大学は、イリノイ州の州立大学システムの名称。本部は、アーバナ市とシャンペーン市にまたがる、アーバナシャンペーン校である。このほか、シカゴ市と州都スプリングフィールドにもキャンパスを有する。本部であるアーバナシャンペーン校は、研究機関型総合大学として、イリノイ大学システムの機関校となっており、英国タイムズ市が毎年発表する。 世界大学ランキングで31位に位置する難関、2011年。いわゆるパブリック、アイビーと称される名門公立大学の一つで、特に工学、自然科学分野における研究実績は国際的にも評価が高い。これまでに送り出したノーベル賞受賞者の数は11名、2014年、現在、アメリカ大学協会会員。 ザ・ユニバーシティ・オブ・イリノイ・アット・アーバナ・シャンペーンは18の学部からなる研究機関型総合大学。イリノイ大学システムの3つのキャンパス中、最大の規模と最高の学術レベルを誇る。米国屈指の評価を得る学部、専攻を有し、アメリカ合衆国中西部を代表する大学の一つ。創立は1867年。名前が示すように、キャンパスは、 アーバナ氏とシャンペーン氏にまたがって広がる。学内には著名な米国立スーパーコンピュータ応用研究所があるが、ここはマークアンドリーセンが画像レンダリングの可能な HTML ブラウザとしては世界初であるモザイクを他のメンバーと共に作り上げた機関である。NCS は1987年、ネットワークを通じて仮想的に端末に接続し、 計算機資源を遠隔地から利用できるようにするプログラムである NCS サテルネットを開発した。ちなみに映画2001年宇宙の旅中に登場する宇宙船に搭載された人工知能コンピュータ HAL9000 を開発した HAL 研究所はアーバナ市にあるという設定である。アーバナシャンペーン港は世界最初の発光ダイオードが生まれた場所でもあり。 電気工学分野の研究開発においても顕著な実績を挙げている。また、同工工学部は、ペーパルの共同創立者であるマックス・レブチン、ルーク・のセクや、YouTube の共同創立者であるスティーブ・チェン、ジョード・カリムなど、近年注目される、起業家を生んでいる。上実の工学、電気及び計算機工学、計算機科学などの他にも、特に物理科学、 図書館情報学、広告研究、心理学、教育心理学、農学、会計学等において高い水準を誇る。アルママータ像、依頼内ユニオン近くキャンパスの主要部は、クワドと呼ばれる、長方形の広場であり、ここは主に総合、一般教育を行う施設に囲まれている。クワド南側のフォーリンジャー公会堂を挟んで、アンダーグラデュエートライブラリー、その南には、 ビジネス教育系キャンパスがある。クワド北側には、ユニオンや1997完成のクレインジャーライブラリー新図書館があり、その向こうに工学系のキャンパスが広がっている。南北に長いキャンパスの外周を二両連結バスが時計回りに周回しており、大学の学生証を見せれば、に都市内のバスは無料で乗車可能。これら教室ビル群を囲んで学生寮やアパートが、 林立する。学生は原則として最初の2年間を寮で生活する。彼らのほとんどは北東の角に位置するイリノイストリートレジデンスホールと南西の角に位置する6連棟シャンペーンレジデンスホールズに入る。少し離れた場所にある大学病棟の南東にはペンシルベニアアベニューレジデンスホールズ、フロリダアベニューレジデンスホールズと呼ばれる寮がある。 アンダーグラデュエートライブラリーの隣には、100年単位の遺伝子実験材料である遺伝子組み替え済みのトウモロコシ畑がある。隣接するサボイ町のウィラード空港は大学の所有であり、航空学部の実習はここで行われる。本来小型機用に設計された空港であるが、中、短距離向けに燃料を補給したボーイング747型機なら、 離着陸が可能な2500メートル急滑走路を含め計4本の滑走路がある。同行のスポーツチームはザ・ファイティング以来ないと称される。激戦クビック10カンファレンスに所属し、特に男子バスケットボールは全米トーナメントにたびたび出場する有力チーム。同チームは2005年に37勝2敗という同行史上最高の成績を残した。シーズン中は オハイオ州立大学に僅差で敗れた一杯のみ、ビッグ10トーナメントでは優勝、全米トーナメントでも準優勝に輝いた。応援団犬、マーチングバンドであるザ・マーチングイナ内のパフォーマンスも高い評価を受けている。大学の運動部のシンボルはネイティブアメリカンであるチーフ・イリニウエックであるが、これはフロリダ州立大学のセミノールズなどと同様。 ネイティブアメリカンの空像を白人主体の機関が使用しているものとして20世紀末期にアメリカが衆国全土に論争を起こした。主要世界大学ランキング、US ニュース学部家庭ランキング、US ニュース大学院ランキングザ、ユニバーシティ・オブ・イリノイアとシカゴ通称 UIC はシカゴ地区で最大規模の大学である。UIC は 毎年2億9000万ベイドルを上回る研究費を投入しているアメリカ合衆国内で最大の医療学校並びに生徒数2万5000人合計15カレッジを有している。イリノイ州の健康管理において重要な役割を担う UIC は州の主要公共医療センターを運営し、イリノイ州の医師、歯科医、薬剤師、看護師、 およびその他の健康管理専門職のための教育機関としては最大である。現在の UIC は1982年に2つのイリノイ大学キャンパスの合併によって設立された。2つのキャンパスとは、その歴史が19世紀まで遡るメディカルセンター、キャンパス、およびシカゴ市内に広がるシカゴサークルキャンパスである。当初、退役軍人の再教育のために2年制の学部、 ネイビーピアキャンパスが海軍の元不当ターミナルビルに設置されたが、後に民間からの学生も受け入れるようになり、1965年にサークルキャンパスによりその役目を置き換えられた。シカゴ校はイリノイ大学医学部の本拠地となっており、医学部はロックフォード、ピオリア、アーバナにサテライトキャンパスがある。アーバナにあるサテライトキャンパスは、 アーバナシャンペーン港の敷地内にあるにもかかわらず、シカゴ港の一部とみなされている。シカゴ港へのアクセス手段は主に自動車であるが、駐車スペースが限られているため、ステッカー登録制である。シバス、高架鉄道等も運行されている。ウエストキャンパスへは2006年に新設された、高架鉄道ピンクラインのポーク駅により、便利にアクセスできる。シカゴ港の学生であれば、 割引定期券、回数券を生徒サービス事務所で購入することが可能。イーストキャンパスへは、ポーク駅から、さらにシバスもしくは、大学の無料インターキャンパスシャトルバスに乗る必要がある。キャンパス内の公開堂である UIC パビリオンは一般に公開されており、著名なロックバンドなどのコンサート等で賑わう。シカゴ港のコンピューターネットワークは、 シャンペーンアーバナ港のネットワークに直結しており、世界的にも歴史の古いワイドエリアネットワークである。イリノイ州の州都スプリングフィールドにある、イリノイ大学スプリングフィールド港の前身は、1969年から1995年6月30日まで、サンガモン州立大学と称されていた。ここは、イリノイ大学の3つのキャンパスの中では最も規模が小さい。 イリノイ大学同窓会は、イリノイアラン内市を各月で刊行している。同窓生についての特集記事や同窓会活動、死亡記事や、その他同窓生に情報を伝え大学とのつながりを維持するのに役立つ情報が含まれている。イリノイアラン内は、会費を納めている同窓会員にメール便で送られている。この開始には、一瞬1九十六から百六十六が、 割り当てられている。ありがとうございます。